外野以外でムードが操る日本の馬ということになりましたね。本当ですね、競馬やってみないと分かんないですね。いやー、これには本当に驚きました。最後の直線での勝負のあやは岡部さんどの辺にあったんでしょうか。やっぱり そんなに人気なかっただけに、やっぱり気楽に思い切って乗れたのが良かったんじゃないかなと思いますね。今ゆっくりと勝った馬だけが許されます。ターフの上を戻ってまいります。スクリーンヒードとミルコデムード4歳馬です。いや、そして伊崎さん、人気の馬ももちろん期待通りにですね、際どくこう上位には絡んだんですがね。ディープスカイは、3歳の代表として出てきて前走で連勝が途切れたのに、よく頑張る馬だな。今年の3歳はやっぱレベル高いですね。インフルエンザで仕上がりが全般で遅れてたけど、今になってものすごく強くなってるね。ゼッケン16番とともにスクリーンヒードが戻ってきました。勝利を称えるミルコ・デムード。そしていやー、この喜びようです。ミルコ・デムードももちろんこのジャパンカップは初めての勝利ということになりました。